カルノー石はカリウムマイナスウランマイナスバナン酸ジオの放射性鉱物で、素性は K2223H2O である。岩水量は可変でしばしば少量のカルシウム、バリウム、マグネシウム、鉄、ナトリウムを含む。ユタ州のハッピージャック鉱山で産出したカルノー石カルノー石は明るい黄色から黄緑色で、 通常は、砂岩の塊か白片として産出する。1%程度の量で、砂岩が明るい黄色になる。ウランの含有量が高いため、カルノイシは重要なウラン鉱石であり、それ自体放射性である。乾燥気候の堆積岩で見られるバナジウムとウランの二次鉱物である。アメリカ合衆国では、コロラド高原に砂岩として分布する重要なウラン鉱石であり、 特に埋もれギの周りに集中している。アメリカ合衆国内では、ワイオミング州、コロラド州、アリゾナ州、ユタ州でも産出する。さらには、ニューメキシコ州グランツ、ペンシルベニア州カーボン郡でも産出する。春のー医師は、コンゴ民主共和国、モロッコ、オーストラリアのラジウムヒル、カザフスタンでも報告されている。パキスタンでは、カラク地区の中心予行機の地層から産出する。 カルノー医師は1899年にフランスの科学者である MMC フライダルと E クミンジがコロラド州モントローズ郡のロック川で発見したマノが最初に記載された。フランスの鉱物学者マリー・アドルフ・カルノーにちなんで命名された。マーガリタサイト 22H2O、ツヤム医師225から 8H2O 等、いくつかの関連する鉱物がある。ありがとうございます。